よしか、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 よしよしよし、よし、もう待て、よし。はい、あ、待って待って待って、ほら、に、あ、いらんですか。いらないの。よし、飲んできたかもしれないですね。どっかで。はい。あ、行こう。ゴー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 。あー寒い。ですね、これがちょっと分かりやすいんですけど、はい、これがイノシシロード、そうです、獣道っていう、これ獣道、僕たちはあの通していますけれど獣道ですね、うん、わ、確かにどう考えても人じゃないもんね。そうですね。でこの辺りにこう足跡がついてるような感じですね。はい。ですのでまあ近くにいる可能性は高いですね。はい、じゃあ行きましょうか。新しい跡が、あ、ここがよくイノシシが寝てるとこなんですよ。なるほど。あ、これ今アスカが入ってますので、
戻りましょう、はい、これはさすがに危ない。ちょっと戻りましょうか、はい、上から上から狙う。そうですね、まだ全然まだ逃げないでいますね。まあ自分たちの存在はバレてるけど、ちょっとここは自分たちがやられる可能性がある。危ないです。そうそう。俺らの損害もバレてる。バレてます。僕のはさっき携帯になりましたしね。ちょっと上から行きます。はい、
逃げられましたね。今多分逃げられてアスカが追いかけていったと思うんですよね。はい、アスカが、逃げられて今追いかけてると思うんですよね。姿は見なかったんですけど、はいですね、ちょっとめっちゃ近かったですね。吠えてる近かったです。音がえ、この結構多いパターン、それともレアパターンなんですか、という、こういう状況での。あ、たまにあります。あ、たまにあります。 あります。俺もっとこういうところから狙ってバーンかと思ったら、こんな中入っちゃって、じゃあ、結構至近距離で撃つこと、はい、もありますね。もうあります。至近距離どれぐらいですか？もうこれぐらいで、これぐらいの木でバーンって撃つこともありますし、こんな近いの？あります。そういう時もあります。まあ、シダに隠れてるとやっぱなかなか難しいっすね。いや怖いっすよ。いやちょっと途中でこれは危ないなと思って、あの引き返して上から行ったんですけど、やっぱ上から行くとやっぱ下に抜けますよね。下にこう抜けていったような感じですね。ああ、はい、あれだって全部シダに囲まれてくる、どっからそうそうそうドドってくるか分かんないですもんね。そうです、だからもうこのシダの中はもう通路だらけですよ。そうなんですね、さっき、アスカももう本当に俺らのこの辺まで来て、そうですね、抜けていったから抜け道だらけ。そうですね、ですので、ああもう、はい、結構行きましたね。ですので、ちょっともう一回帰ってくるのを待って、あと最後ワンチャンスありますので、はい、そこ回っていきたいと思います。こんな感じなんだ。いやー、なんか鳥肌ずーっと立ってましたよ、うん、はい、やっぱどっからイノシシに僕たちがやられるか分かんないですからね。そうですよね、うん、やっぱり、ね、僕が一番やっぱり怖いと思うのが、あの間違って猟犬を撃ってしまうこと。はいはい、視界が悪いんで、はい、でやっぱり来たらすぐパッとこうやっぱ動くんですよね。そこをグッと我慢して、そうか、間違えてアスカちゃん撃っちゃうのが一番やっちゃいけない。はい、ですのでアスカかイノシカをちゃんと見極めて、コンマ何秒の世界ですよ。はい、我々うるさかったですか？で僕が一番うるさかったですよね。携帯鳴りました、ね、まさかの携帯いいのにバイブにしてねえんだと。いや、僕いつも緊急の時のために一応音をオンにしてるんですけど、いつもこういうシチュエーションで鳴るんですよ。誰からだったんですか？筑豊クラフトの山中くんです。大変失礼しました、ですけど、まあ逆に言えばあれでも逃げなかったですよね。もうやるんですよ。やるんですよ。いやー、スカは粘り強いっすね。そうですね。だけどなんとなくもうほら何やってんの、もうそこにいるから来てよ来てよ撃ってよっていう俺たちのとこまでこう来て、そうですだから来いよ来いよ、そうなんですよ呼びに来てるんですよ。いるかそこにみたいな。すごいっすね。だけどちょっとやっぱなかなか難しいっすよね。そこまでたどり着かないですもんね。そうですね。ですのでこういったそのシダでのそのイノシシと猟犬がやりだしたら、やっぱりなかなかやっぱり難しいっすよね。やっぱシチュエーション的にはこういう見通しのいいところで待ってるっていうパターンですか？そうですね。猟犬のその、まあ、個体差、まあ、猟芸って言いますけれど、猟芸とあとイノシシの、まあ、個体によってその反撃しに来るわけですよ。例えばああいったトンネルがありますよね、はい、トンネルでアスカがやっていたと、でアスカを反撃してこう狙ってこう出てきたところを撃つとか、はい、そういったことであればいいんですけれど、やっぱりなかなかそういったことに巡り合わないので、まあ、頑張って入っていく。でもやっぱりこう何が一番大事かっていうと、猟犬と自分たちの命が大事ですから、そうですね、まあここはもう諦めて一旦下って上からアプローチしたんですけれど、やっぱり上からの音ってやっぱイノシシもやっぱりかなり警戒するので、そのまま逃げていったっていう感じですね。10回中2、3回って最初聞いた時は、ああ確
いつあんまり来ねえなと思ったけど、はい、そりゃそうっすね。そうですね、はい、うん、分かりました、目の当たりにしました、はい、よし、じゃあまた待ちか。そうですね、で、あと最後もう一回そこのまた別に狙いがありますので、そこで出なかったらもう終わりですね。ハンター忍耐力、うん、半端ねえ。そうです、うん、やっぱちょっと、はい、あんだけワンワン言ってる中、はい、こうやっぱこっちを見てるだけでもここなんてジリジリしてくるっていうか。そうですね、いかねえんだ石田さんみたいな。そうですね、はい、おーみたいな、こう来るかもしれないんで、やっぱそこのやっぱ判断が難しいですね。そうか、いやでももう十分ですよ。なんかもう、もういやもうお腹いっぱいですか。魅力が伝わったと思うんですよね。もうすでに。あ、本当ですか。もう十分。そうです。やっぱりね、僕たちのやっぱ一番の魅力はやっぱり猟犬と一緒に力を合わせるっていうのがやっぱり一番の、うん、まあ、魅力だと思いますので。そうですね。まあ、今回はですね、アスカは一生懸命頑張ってくれたんですけど、まあ、なかなかやっぱり発砲するまでは至らなかったので残念ではあるんですけどね。そして何一つ攻める感じがないもんね、はい、アスカに。ああ、そうですね、ああいったそういう両芸なんですよ、吠えてその主人に知らせるっていう感じ、はい、でその後もね、なんて何やってんだよみたいな。そう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 、お前しっかりしろよみたいなもんないしね。そうそうそうですね、はい、いやー、じゃあまた待ちますか。そうですね、はい。